あなたは韓流時代劇を見たことがありますか？カラフルできらびやかな衣装、立派で高潔な王、颯爽と活躍する女性たち。歴史上の人物が実名で登場するドラマでは、多少の誇張はあるものの、史実を元にしていると思う方が多いと思います。しかし、そのほとんどがファンタジーだったとしたら、これらのドラマの見方が変わってしまうかもしれません。こんにちは。ナルタメジャパンの葉月です。韓国の歴史ドラマは壮大で華麗な物語が多いですが、どこまで時代考証が行われているのでしょうか。例えばタイムスリップで主人公が過去に行く、このようなドラマはフィクションであるととてもわかりやすいです。しかし実在の人物を扱ったドラマは、半島の歴史をあまり知らない日本人にとっては判別しにくいものです。そこで今回は、どこまでが史実で、どこまでがフィクションなのか、実際のドラマを検証しながら見ていきましょう。トンイ、実はヌヒではなかった。日本でも有名なドラマ、トンイは、スクピンチェ氏という実在した女性が主人公の物語で、舞台は李氏朝鮮時代、17世紀の第19代王、スクチョンの時代の宮廷となります。最下層のヌヒでありながら、スクチョンの側室となり、後の第21代王、ヨンジョの聖母となった生涯を描いたドラマです。李朝では王族の他にヤンバンと呼ばれる貴族階級があり、中人、上民、先民という3つの階級を支配していました。その中でヌヒとは、身分制度の一番下の先民の身分の人たちのことです。この人々は人権がなく、売買の対象となっていたため、基本的には名字もなく戸籍もありませんでした。ですので、そのような身分から王の聖母にまでなったというのは、まさにシンデレラストーリーと言えます。そんな主人公のトンイですが、歴史を追っていくと、息子の四女が建てたスクピンチェ氏神道姫という石碑に、7歳で宮廷に入ったという記録はありますが、それ以前の記録はありません。そのため、宮廷に入る以前のストーリーは全くのフィクションなのです。ちなみに1693年に王の寵愛を受け、スゴンとなる前の記録は、半島の公式記録である李朝実録には記録されていません。また、トンイという名前も実名ではなく、ドラマ用に作られた名前です。そんなトンイがヌヒという設定なのは、モデルとなったスクピンチェ氏がムスリ、水汲みをするヌヒだったと言われているからです。しかし事実は違っていた可能性が高いです。なぜなら李朝時代は厳格な身分制度が存在していたため、そのような身分で国王のいるところに出入りすることはかなり難しかったためです。ドラマではトンイは儀式などの音楽の演奏をする部署、チャンアゴンのヌヒになりますが、スクピンチェ氏は実際はチムバンで、宮女として働いていたのではないかと言われています。チムバンとは王族の服を仕立てる部署で、身分の低いものが入るのは難しかったと言われています。そしてスクピンチェ氏がムスリだったという公式記録はありません。それなのに、このような説が存在している理由として、スクピンチェ氏の息子である第21代王ヨンジョの敵対勢力が王を貶めるために、このような噂を広げたのではないかとも言われています。またドラマでは、トンイは途中で宮廷女官を取り締まる部署であるカムチャル部に所属するのですが、このカムチャル部も完全なフィクションで、実際にはそのような組織は存在していませんでした。他にもフィクションが多すぎて全てをご紹介することはできませんが、もう一つ、全ての韓流歴史ドラマに登場するとも言えるフィクションがあります。それはカラフルで派手な衣装です。半島には19世紀まで染色技術がなく、ヤンバンたちのような貴族階級は宗主国などから輸入に頼り、庶民やヌヒは白い服を着ていました。なぜ色彩に富んだ衣装がなかったのかという理由については、歴史学者である宮脇純子氏の著書の一部を引用します。文化が発達する背景には、やはり相応の経済力というものが必要になってきます。ところが李朝は儒教的価値観から商工業に携わるのは非戦の人間だと差別されていました。そんな社会では
経済的活力が生まれるはずもなく、よって文化レベルも高くならなかった。染料を作る工業技術が育たなければ、色付きの服を量産することはできないのです。このようにファンタジー満載の韓流時代劇ですが、近年はファクト、事実とフィクション、創作を融合させたという意味で、ファクション時代劇と呼ばれているようです。こういった話をすると、日本でも水戸黄門や暴れん坊将軍のような時代劇があるじゃないかという意見もあると思います。宮脇純子氏によると、歴史が関係するドラマは時代劇と歴史ドラマに区別されます。時代劇とは日本の暴れん坊将軍や水戸黄門のような歴史上の事実と重複する部分があり、本質的には創作された娯楽作品とされ、歴史ドラマとは日本の公共放送の大河ドラマに代表される真実に準拠するとされています。もちろん大河ドラマでも事実ではないという抗議が出る場合がありますが、基本的には日本が作るドラマは時代考証が行われている前提となっています。一方、韓国のドラマにはこの時代劇と歴史ドラマの区別がないため、日本の大河ドラマの感覚で見ると大きなズレが生じる可能性があります。そして最近では、韓流時代劇は、あえて時代考証を徹底しない方向にあるようです。その理由として、ファクション時代劇が増えてきたことと、時代考証を厳しくやりすぎて、ドラマがつまらなくなることを避けるためのようです。もちろん主人公を魅力的に描くために、ある程度のフィクションがあっても良いと思いますし、ファンタジーと分かった上でエンタメとして楽しむ分には良いと思います。問題は、このようなファンタジードラマが政治や歴史の主張に利用されていることです。チュモン、歴史戦のために作られたドラマ。チュモンは高句麗の始祖とされる伝説の人物、トンミョン・ソンワンが主人公のドラマです。ドラマは半島に存在していたというコチョソンが紀元前108年に大陸の王朝であった漢によって滅ぼされ、残された民が圧政に苦しんでいた時代から始まります。漢に抵抗する反乱軍を率いていた将軍の子であったチュモンは臆病で軟弱でしたが、幾多の出会いと試練を重ねるうちに大きく成長し、コチョソンの再興を掲げ、漢との壮絶な戦を勝ち抜き、高句麗の初代大王として歴史に名を残すまでの軌跡が描かれています。そんな主人公のチュモンですが、名前は確かに史書に存在するものの、その生涯に関する確実な資料はほとんどなく、紀元前37年に高句麗を建国したということ以外は、実際にどんな人物であったかは全くわかっていません。414年に建立された高句麗の公会堂王妃や、1145年に成立した半島の歴史書三国志記に記録はありますが、三国志記の成立よりも1000年以上昔の話ですので、神話的な話が多く史実と言えるようなものではありません。ドラマでは三国志記などに記されたトンミョン・ソンワンやその一族の神話伝承をもとにストーリーが作られていますが、大きく違う箇所があります。例えば三国志記では、水の神の娘が不思議な火の光を浴びて妊娠し、大きな卵を産み、そこからチュモンが生まれたというような神話的な記述がありますが、そこはリアリティを持たせるためか、ドラマではチュモンは卵からではなく、普通に母親から生まれる設定にしています。そして三国志記では、チュモンが文武に秀でた完全無欠のヒーローのように書かれていますが、それだと視聴者に受けが良くないためか、最初は軟弱で試練を受け成長し、最後は立派な王になるという成長ストーリーとなっています。このようにチュモンでは史書に書かれていることをうまく取り込みつつ、エンターテイメント要素を詰め込み、劇的なストーリー展開で楽しめるドラマになっていますが、元が神話なだけに、時代考証は無視した創作が盛りだくさんです。そして実はこのドラマの前提条件である、コチョソンというもの自体が存在しないフィクションなのです。このドラマで語られるコチョソンとは、ダンクン神話に基づいた半島に大昔にあったとされる王国のことですが、これはあくまで神話であり、物的証拠が何一つ存在していないため、存在していた可能性が極めて低いのです。そんなチュモンが制作された背景には、
中国社会科学院が2002年からスタートさせた東北校庭というプロジェクトの存在があります。これは歴史研究を目的としたプロジェクトで、2004年、それをもとに高句麗は我々の地方政権であり中国史の一部であると発表したのです。韓国はこれに猛反発し、高句麗は自国の歴史であると主張し、制作されたのがチュモンでした。高句麗をテーマに作られたチュモンの総制作費は400億ウォン、約50億円で、全羅南道羅州に特設された巨大セットの敷地は4万5000坪で、80億ウォンをかけて豪華セットが建てられ、美術、衣装には総額55億ウォンがかけられました。結果、ドラマは最終回で視聴率 52.67% を記録する大ヒットとなり、チャングムの誓いに並ぶ国民的ヒット作となりました。この年にはチュモンの他にも高句麗絡みのドラマが多数放送されました。そして2007年にはペヨンジュン主演の太陽詩人記など、今では高句麗が舞台のドラマはすっかり定番となっています。そして今では中国は高句麗について表立っては何も言わなくなったようです。このように歴史戦や情報戦にドラマや映画などのエンターテインメントが利用されるケースは多々あり、日本も無関係ではありません。日本にも仕掛けられている歴史戦、2017年に公開された映画軍艦島は、戦時中の日本の端島炭鉱をモデルにしたとされる映画です。半島から連れてこられ、過酷な労働を強いられた人々の存在を隠すため、日本人が彼らを坑道に閉じ込めて爆破を試み、そこから人々が命を懸けて脱出を図るという内容が描かれています。そして映画では劣悪な環境で無理やり働かされる半島の人々が描かれています。すでにご存知の方も多いと思いますが、これらはもちろん史実と大きく違います。坑道に故意に閉じ込めるという事実はなかったですし、彼らは無理やりではなく労働者でした。このことについて朝鮮近現代史研究所所長の松木邦俊氏は次のように語っています。ほとんどの半島から来た人々は徴用ではなく、日本人と同じようなアパートで家族と暮らしていた。日本人と彼らの子供たちは学校で一緒に机を並べて学んでおり、待遇差は一切なかった。だから終戦後に彼らが帰国する際には涙を流しながら別れを惜しんだというのが実態だ。これらの事実は元島民たちの証言からも明らかになっています。また労働であった証拠として、給料が支払われていたことを示す給料袋も産業遺産情報センターに展示されています。ではなぜこの映画が作られたのでしょうか。この映画は時期的に端島炭鉱が明治日本の産業革命遺産の一つとして2015年にユネスコの世界文化遺産に登録されたことを受け、その反発から作成されたものだと考えられます。チュモンが制作された流れととても似ていますね。このように日本の評判を落とすために歴史を捏造してストーリーに組み込み宣伝する映画やドラマは他にもたくさん存在しています。例えば1991年放送の黎明の瞳は同名の長編小説のドラマ化で、日帝時代、解放後、朝鮮戦争が描かれました。この日帝時代の部分で軍に連れて行かれた女性たちが登場し、証拠隠滅として日本軍に全員が命を奪われるシーンが出てきて、歴史の事実と異なる描写がされています。ですがこのドラマを見た人たちはこれを真実だと思い込んでしまったようです。また、チョ・ジョンネ氏作の小説アリランは、甲午農民戦争、東学党の乱から、日本統治時代にわたる歴史を扱った作品です。この小説は、累計350万部売れ、過去2回も映画化されました。小説には、総督府が1910年から1918年に実施した土地調査事業において、土地を奪われることに反発した半島の農民をその場で木にくくりつけ、日本人の警察官が銃で彼らの命を奪うシーンが出てきます。そして作者はこのような即命を奪うような刑は4000件もあったとし、
さらに警察令という法令によって行われていたと説明しています。しかし、このような場面は実際にはありえません。根拠としている警察令という法令は存在していなかったからです。国家権力が人を裁くのに裁判を通さなくてはいけないのは当時も今も同じで、法で厳格に規制されていました。また、当時の新聞と雑誌にもこのような事件は一例も報道されたことがありませんでした。そして土地が奪われたというのも事実と異なります。実際に日本が行ったのは法律に基づく公正な土地調査であり、一方的に土地を奪うことなどありませんでした。しかし、この小説を読んだ韓国の人たちは真実だと思い込んでいるようです。ソウル大学元教授でナクソンで経済研究所所長のイ・ヨンフン氏は、この小説について、歴史小説であっても実在した歴史とあまりにもかけ離れた話を捏造してはいけません。読む人々がそれを実在した歴史だと錯覚しやすいからですと警鐘を鳴らしています。今回は韓流ドラマや映画についてお話ししてきましたが、いかがでしたでしょうか？ドラマにはフィクションだという暗黙の了解があります。しかし、半島の歴史を知らない人にとっては、どこまでが史実で、どこからがフィクションかは判別しにくいものです。ファンタジー歴史ドラマはフィクションとして楽しんでみる分には良いのですが、エンターテインメントですら歴史戦、情報戦の道具に使われてしまっているのが現状です。そのため私たち視聴者が歴史の知識を身につけ、しっかりと情報を見極めることが重要だと考えます。これからもなるためジャパンでは学校や教科書では習わない歴史をお届けしていきたいと思っています。韓流ドラマについては別の動画でも詳しくお話ししていますので、よかったらご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。